ジルフィアナイトは、ドイツバルデュルン出身の元女子サッカー選手。TSV ゲイン最終所属。ポジションはミッドフィールダー。2005年からドイツ代表の監督を務めており、2010年度、2013年度、2016年度に、FIFA 女子最優秀監督賞に選出されている。SV シュリーアシュタットでキャリアをスタートさせる。その後クラブ名が、SC クリンゲゼッカ派に変わったが、 1983年まで在籍。1983年、当時国内リーグ最強を誇っていた SV ベルギッシュグラートバフハレー2席。1984年には国内リーグと国内カップの2冠に貢献。しかし、1985年に当時は無冠だった TSVG で任意席。ナイトの加入後にチームは躍進し、 6回の国内リーグ優勝と5回の国内カップ優勝を経験する。1996年シーズン終了後に現役を引退。1982年11月10日のスイス戦で代表デビュー。UEFA 欧州女子選手権では1989年大会、1991年大会、1995年大会の3回の優勝に貢献。 1991年大会では最優秀選手に選出される。フィファ女子ワールドカップには第一回となる1991年大会と1995年大会に共に背番号10で出場。キャプテンとして臨んだ1995年大会では準優勝であった。オリンピックに女子競技が初採用されたアトランタオリンピックにも出場したが結果は グループリーグ敗退であった。1996年、現役引退後に、ドイツ代表のヘッドコーチに就任。2004年、U-19 ドイツ代表を率い FIFAU-19 女子世界選手権で優勝。2005年6月、ドイツ代表の監督に就任。2007年の FIFA フフ女子、ワールドカップではチームを連覇に導く。2008年の北京オリンピックでは、 銅メダルであった。2009年 UEFA 欧州女子選手権では監督として初優勝を果たした。2010年この年に設立された FIFA フフバロンドールの女子最優秀監督に選出され初代受賞者となった。2011年地元ドイツでの開催となった FIFA フフ女子ワールドカップでは自身の連覇、チームの3連覇を目指したが、 準々決勝で日本に延長戦の末敗れた。2013年、再び UEFA 欧州女子選手権を制し、同年度の FIFA フフバロンドールで2回目となる女子最優秀監督賞を受賞した。2015年の FIFA フフ女子ワールドカップでは、準決勝で同大会優勝国のアメリカ合衆国に敗れ、4位に終わった。2016年のリオデジャネイロオリンピックではドイツ。 代表史上初となるオリンピック金メダルに導き、同年度のザベストフィファフットボールアウォーズで3回目となる女子最優秀監督賞を受賞した。ありがとうございます。